京王モールは東京都新宿区西新宿1丁目の新宿駅西口にある地下商店街。正式名称は京王新宿名店街。住居表示は東京都新宿区西新宿1丁目南口地下街1号。京王地下駐車場株式会社が運営。面積は17,078.6平方メートル。1976年3月10日開業。 新宿駅の西口における代表的な地下商店街で飲食店や用品店などが軒を連ねる京王百貨店地下に繋がっている。国鉄新宿駅南口に新たに駅ビル、新宿ルミネを建設するため近辺の店舗が地下に移ってできたのが始まりである。小田急エースと一体的に直結しており、小田急エースを経由して新宿駅、 西口地下広場につながっている。南側は1978年10月30日に開業した京王新線と都営新宿線の新宿駅につながっている。駅と直結しとても好立地であるため平日、休日問わず買い物客、通勤客が多く訪れる。飲食店以外にも OL 向けの雑貨店なども多い。2010年10月25日に 旧フレンテ新宿が KO モールアネックスとしてリニューアルオープンした。2011年3月開業35周年を迎えた。かきがえブリンクの公式ウェブサイト参照。ありがとうございます。